お腹空いてんねんな。今日はパパ行ってくるよ。うん。そっかそっか。こんな朝早いの。迎えてくれてるの。ハニョクもいます。ハニョク、聞いてくるよ。ママのこと見といてな、ちゃんとな。ママのこと見といて。唯一の女同盟やからな。頼むである。先生、先生、申し訳ないね。もう行かんなあかんのっすわ。もう6時回りましたわ。はい。送ってもらっていいですか？はい。申し訳ないね、寝てるところ。いや、こちらこそ。先生、もう寝てる。もうあれですよ。ハニョクと、ニックンと、ナンボリもちゃんとお母さんのこと見といてって言った。何するん今日は？プランター？うん。プランターやっといて。うん。仲良くするやで、終わった。な、一日帰ってこいかな。まだ LINE するわ、シクロ。はい、また。いや、行ってくるよ。頼みますよ、そしたら、うん、あとは頼むね。頑張ってきて。治るんかな、もうこうなってんねん、もう鼻。ほら、俺のブッシュ。はい、ほんまに忘れ物だよ。あ、雨やねんけど、なんで？こんな日に限って雨はちょっと都合が悪いんやん、これまた。ほんなね、はい、行ってきまーす。おーい、はい、昨日はそこはね、一緒に起きてたから全然脳みそ回ってないけど、無事に帰ってくることを祈ってもう一度寝たいと思います。おはようございます。めちゃくちゃジャスト8時に着きました。もう見て、これさ、手術の時は払って点鼻薬ダメですよねって言ったら、そうですね、もう朝から点鼻薬なしで、その鼻が詰まってる状態で来てもらって、それで手術受けてほしいですって言われたから、これで来たけど、ちゃしんどい。はい、ということで病室に着きました。なんと、今8時20分ぐらいに来たんですけど、なんと手術が9時だそうです。早くね？でも早い方がいいか。今からなんか点滴打ったり、麻酔科の先生と話したりするそうです。ということで頑張ってきます。エミさん、頑張ってますかね、プラント？はい、カイちゃんが頑張ってくれている間に、あまりいろんなことを考えないように、私は水菜をちょっと今種から育ててます。間引きするのずっと忘れてて、今からこれをちょっとこっちにいくつか間引きしていきたいなと思います。ちょっと緊張するな。さすがに緊張する。やったことないから。まあ、そういうことはあったんですけど。いいか。ああ、こっちがカツカツ。マジでカツカツ。はい、例えば、すぐ2時間走りたんで、点滴と歩行。飲み物も OK ということで、無事生還しました。これこそアマゾンプライムの出番か。これ暇すぎるぞ、これどうする。うわー、めっちゃいい天気。京都、京都はどこなの。ということなんで、手術は無事成功ということで、ダムね、安静して鼻が通るのを待つということ。喉とかイガイガするけどさ、ううみたいなやったらあかんっていうからさ、咳払いとか大変っすね。まあでも無事成功してよかったんじゃないかと思っております。ありがとうございます。ご心配をおかけしました、本当に。あと温かい応援のメッセージもありがとうございます。絶対そのパワーが届いたんじゃないかと思っております。もうこんなんです、こんなんですが、ありがとうございました。じゃあまた次夕食か。はい、待ちに待った晩ご飯でございます。
6時でございます。今日の私の晩ご飯はですね、こちらでございます。何ですかこれ、ちょっと読めないですね。あ、書いてありますね。何だこれ、えこれ、読めないやん、どっちしよう。いきますよ、バカ。え、普通にエレベーターやん。え、いただきます。感謝します。ありがとうございます。エビさんは何食べてるんでしょうか。エビさんに戻します。お願いします、エビさん。はい、ということで、ちょっと昨日の夜もね、心配で私もう3時ぐらいまでなんか寝れなかったんですよね。だから今日はさ、ちゃんとカエちゃんを送り出してあげられなくてちょっと後悔してるんですけれども、まあ、秘密のお手紙も入れてあるんで多分読んでくれるかなと思います。一人ですけれども、まあ、夜ご飯今日も簡単にお家にあるものでやりたいと思います。今日は、まあ、明日カエちゃんきっとなんかすかせて帰ってくると思うんで、なんかこう脂っこくない、食べやすいものをすぐ朝食べさせてあげたいなと思うので、鮭と玉ねぎの炊き込みご飯を作ろうと思います。で、おにぎりしてね、朝食べさせてあげたいなと思います。お米2合をちょっとザルでお水切ってきますね。これもちょっとネットで、あ、これええなと思ってちょっとやってるんですけど、お父さんありがとう。よいしょ。じゃあこのね、玉ねぎ1個ドーンですよ。で、鮭、これはコストコさんの鮭でございます。ここね、炊飯器の中に2合を入れます。あゆちゃん入ったかな、あゆちゃん。で、次がお水が350ですね。2個多くですね。コンソメの素、こっち1個入れます。これね、真ん中にたまにドジンで、あとは鮭を入れます。まあ、こんな感じですね。こんな感じでこのまま普通に炊飯しちゃいます。ずっと見てるね、こうやってな、ママが撮影してるのね。エリカちゃん、エリカちゃん。はい、これで炊き込みでいきます。ピッ、いってらっしゃい。で、ここに最後にバターを入れます。どうよいしょ。あとはちょっとおネギさん、玉ねぎと鮭のコンソメ風炊き込みご飯でやったり。はい、ではいただきます。バターが決めて、うまっ。気持ちがホッとしたから美味しいです。明日の帰りが楽しみですね。ご飯を食べてですね、ちょっとゆっくりしてたんですが、今エビさんから LINE でですね、サプライズを入れてくれてやるってことなので、ちょっと開けてみようと思います。そうです、知らんだ、マジで知らんだ。これカードの中にサプライズあるよって。え、どれ、これ以外ないよ。手紙しかないよね、おそらく。あ、ほらやっぱり久しぶりやな、手紙って。あ、いやちょっと読みますね。そうね。ゆみさん、寂しいですって。本当はな、一緒の部屋でな、一緒に寝たいんやって。もう僕の横にから離れたくないって書いてある。書いてねえわって言われる。でも、ギジと歩く暖房がいるから家で帰りを待ってますっていうことです。もし結婚してなかったらきっとまた不安で別れ話をしていたはず。そうね、一番の別れ話の危機は6年間の中で骨折した時だからね。あの時はもう本当に別れるか結婚するかぐらいの感覚まで行ったからね。で、勇気のある決断をしてくれてありがとう。これからはどの時も2人で一緒に頑張ろうということで。あー、なるほどね。そういやね、トイレでコソコソしてる時あって、その時開けたらいつもやったら何も言わへんのにさ、その時ブチ切れてて、なんか開けやっといてよ、それ何やと思ったら、トイレの中でコソコソ書いたから汚いしてごめんね。ありがとう、エミさん。そして皆さん、応援ありがとうございます。無事帰ってきました。2回目でございます。ということで、もうほとんどできへんですよ。
何もすることないんで、寝ます。6時でございます。私の朝食でございます。これ食べてもう早く帰ろう。ギャルズとエブに会いに行きます。ということで我が家に帰ってきました。エビさん、ナンちゃん、アルちゃん、ニンク、何してるかな。帰ってきたよ。あれ帰ってきた。あ、エビ帰ってきたよ。お腹いさ、あかん、もうほんま死ぬかなと思ってさフラフラやったからさ、もう出て帰ってきて1時間車の中で。よかった。あ、おかえりなさい。行きましょう。おかえり。いやいや、えいや、あ、行く行く行く、はにゃく、あんたらよかったじゃん。何言ってた、お母さんのこれ見てくれた、見てもらってたか。ゆっくり寝てください。ほんならちょっとじゃあなんちゃんも見ていこう。なんちゃん、なんちゃん、え、なんちゃん、おはよう。パパ、覚えてる？一日やってないからな。ねえ、なんぼ。しんど。もう、腹、一切呼吸できへんねんか。ほんまに？めっちゃしんどいもん、ほんまに。全然帰ってきへんからさ。ね、かいちゃん、どうしたんかな？俺、7時半に向こうに出てて。今もう10時半とかやれば。何やってるよ、この子。いや、どうなってんねやろうと思って。まあ、でも、まあ、ゆっくり帰ってくる。無事帰ってこれました。はい、じゃあちょっとゆっくりしてくださいね。はい、どう見て、こうやって笑ったらあかんけど、しゃあないね。しゃあない、入ってるからね。今からまた交換するわ、ちょっと、ね、え、いた。ありがとうございました。じゃあちょっとこの後の術後のお家の様子もまた次動画にしたいと思いますので、見ててください。バイバーイ。